古城散歩淀城戊辰の火蓋幕府軍を拒んだ城淀駅です。京都競馬場がそこなんでね、ここにね、土壌跡公園、京都競馬場ありますがね、もう出るなりね、そこなんですよ。後の間には必ず来なきゃいけないと思ってた。非常に物悲しいね。稲葉神社ね、幕府の吉野家の入城を拒んだ稲葉氏のね、稲葉神社ですがな、ね、個人的にね、三国志伝をね、稲葉氏時代の淀城下となっておりますがな、まあ幕府の、徳川幕府の、まあ京都の関所ですな。秀吉時代からあったらしいんですがな、原型は、それはもうちょっと京よりらしいですよ。これなんか櫓台、土壌の由来、ただ元和5年伏見城の廃城に伴いね、伏見城を潰してここにね、関所なる淀城を作ったらしいが、徳川を拒んだとどめを刺したお城となりました。そして寛一郎のね、寛一郎の教授が許さなかったという、あらららら、こういうことになってますわ。最高の物悲しさですな。私あれ涙出てきますわ。こっちこっちになってます。なんかね、これですかな、わびさびってな。ちょいとあの土塁上は歩けますね、歩けますね。ちょっと一周しましょうか。城域自体はね、もうほぼほぼ、まあよくぞ残ってましたって感じですけどね。伊吹市伝をね読んでね、役者として俺がやりたいのはこれだなんてね、勘違いしましたよ。卑怯なる寛一郎を故郷に返してあげたくてね。ああ、こちらお堀になっております。この下石垣になってましたもんね。
はい、明治天皇来たのね、うん、ちょっと一周回りましょうか。明治天皇は来らしちゃったのね。で、マンションの裏口になっております。私ボロボロですわ。悔しいもんね。うん、ちょっとおかしな人になってるな俺。山城の国江戸藩主長井直政、うん、こちらからはねほぼほぼ石積みは見れませんな。ここから入れんのかな。入れなさそうだな。ということで入り直しましょう。このね、なんでもないこのマンションの裏手のね、城跡がねこんなにビンビン来ると思わなかったね。江戸城跡でした。なんか稲葉神社と言われるとな、うん、豪商ゆかりの江戸屋の高堂って言いますがな、何だろう。野の神社ってことかな、わかりません。はい、ということで、江戸城跡でした。淀神社ということらしいですが、こちらは淀神社でした。一回で回ろうかな。お稲荷さんですわ。上がりたかったね。この京阪電車で来るとこの堤防を貸してくるんでね、木津川を渡り宇治川を渡り江戸に参りました。ついででいいんでね、ちょっと寄りたいとこですね。はい、お疲れ様でした。まもなく2番線に19出町柳行きが7両で到着します。